野村直也は日本のプロレスラー。全日本プロレス所属。石川県金沢市出身。金沢学院東高等学校卒業。小学校3年生の時からプロレスラーになることを夢見るようになり、体づくりのためにラグビーを始める。2013年10月、全日本プロレスに入門。その当時、全日本プロレスは、 武藤圭次ら選手の大量離脱問題で揺れており、新体制発の練習生となった。野村の他に二人同期がいたが、どちらも生き残れず、残った野村は、秋山とし塩崎剛ら主力選手勢からアドバイスを一身に、受けることとなる。2014年3月30日、地元金沢大会にて、青木厚氏とのシングルマッチでデビュー。白石体制発であり、 結果的に唯一の生え抜き選手となった。5月に、ミギリスフラン関節損傷のため欠場し、5ヶ月完了用の末10月に復帰。2015年1月2日、ニューイヤーウォーズ2015にて、後輩の青柳優馬とのシングルマッチにて初勝利。その後、スワマが率いるエボリューション入りを直訴したり、中島洋平の持つガオラ TV チャンピオンシップへの挑戦を表明したりと、 積極的にアピール。10月23日、後輩の青柳、ジェイク・ディートんで、DDT プロレスリングの星単語、福田博士、石川修二と対戦。試合は敗れたが、若手選手3人では、初めてのタッグ結成であり、試合後再度、ガオラ TV 王座への挑戦を表明した。11月、世界最強タッグ決定リーグ戦に青柳との、若手タッグで出場。 開幕戦の11月23日後楽園ホール大会にて、ケンソ西村治む組と対戦し、ケンソから横入り式エビ固めで見事一勝を挙げ、先輩レスラーから初の勝利をもぎ取った。また、最終戦の12月6日、大阪府立体育会館第2競技場にて、メインイベントのスワマー宮原健人組対ゼウスボディガー組戦の試合後に、 スワマと握手をして、エボリューションに加入。エボリューション在籍時加入後初試合の12月15日に、眉を反り上げ、金髪を披露した。その後2016年1月3日、中島洋平のガオラ TV チャンピオンシップに挑戦し、敗北。2016年チャンピオンカーニバルに初出場。開幕戦にて、世界卓ッ王者のボディガーから、横入り式エビ固めで勝利を収める。 その後の公式戦では全敗。7月30日、エボリューションを本人の意思で脱退。ネクストリム加入当初8月11日には、レッスルマイナス1の横浜大会に参戦し、秋山、青柳とのタッグで、武藤敬司、土井隆、志、熊五郎との6人タッグ戦に挑むが、爪痕を残せなかったことで、秋山の怒りを買う。以後は、伸び悩んでいたが、 9月19日後楽園、ホール大会で、宮原ジェイクのネクストリムに青柳とのタッグで、対戦。三冠ヘビー級王者に強烈に食い下がり、試合には、敗れたものの試合後に、宮原から直接勧誘を受け、ネクストリムに加入する。2017年3月25日、佐藤光プロデュース工業、コンディショングリーンでジョシュー、女子オブライエンと対戦し、スピアーで勝利。 七月十七日、ジェイクとのタッグでザビックガンズの保持する世界タック王座に挑戦。新技のマキシマムでボリガーを下し同王座初体感。しかし、初防衛を果たした直後にジェイクが足の負傷で長期欠場、王座返上となる。八月二十七日に両国国技館で行われた世界タック王座決定戦では、カイトタックを組み、関本大輔と 岡林雄二によるタッグと対戦。17分31秒で片が固めにより敗戦。しかし、野村本人は結果が全てと言った上でリベンジを誓った。さらに、一発一発が違うなって身をもって知りました。今日は軽い脳浸透みたいになっちゃいましたしと、力の差を痛感したという意のコメントを残している。9月12日。 ヘビー級に転校した青柳とのタックでアジアタック王座を獲得。4度の防衛に成功するも、翌2018年に青柳の負傷欠場に伴い王座を返上。同年6月5日に青柳が復帰すると7月29日に再度青柳とのタックでアジアタック王座を奪還4度の防衛を果たす。2019年2月24日。 スワマ相手に三冠ヘビー級王座を防衛した宮原に野村が挑戦を表明、ネクストリムも脱退する。宮原の持つ記録を塗り替える、最年少三冠王座体館記録更新を宣言し、3月19日に選手権試合が行われたが赤敗ネクストリム脱退後は特定のユニットには属していなかったが、スイーパーを結成していたジェイクより、再三共闘を持ちかけられ、 タックを組む機会も増加。同年6月30日、野村は、ジェイクと握手を交わし、世界タック王座に挑戦。11月17日、スイーパーは解散。その後も、野村は、ジェイク、岩本との共闘を続け、12月21日には3人による、ユニット、ジンジンを結成した。2020年2月6日、ジンの初主催工業にて、関根、 シュレック・ヒデキとのグラップリングマッチに挑み敗北。同年のチャンピオンカーニバルにもエントリーが発表されたが、軽椎椎間板ヘルニアのため2月シリーズを全戦欠場、さらに2月26日には3月シリーズ全試合、及びチャンピオンカーニバルの欠場が発表された。ありがとうございます。